次に佐々木孝博君。佐々木君。おはようございます。私からも東日本の大震災、被災された皆さん方に心からお見舞いと、そしてお悔やみを申し上げたいというふうに思います。この大震災も我が国にとって大変な出来事だったわけでありますが、今世界をもう一つ震撼させているものに新型コロナウイルスがございます。で、家電法の質問に入る前に、ちょっと新型コロナについて、一点お伺いをしたいと思います。危機管理、いずれも危機管理でありますが、危機管理は大きく構えて臨機応変に対応するというのが危機管理の鉄則でございます。そういった意味では、封じ込めようとしてあまり小さな対策から始めるということが結果として大きな被害に広がってしまうというのは、今回のコロナ対策でも私は言えるのではないかというふうに思っております。その上でですね、今対策が政府の方でも打たれて閣議決定がされたところでございますけれども、どうも経済対策が中心になっていてですね、経済対策は経済対策でもちろん重要なんですけれども、例えばその現場、農業の現場なんかで見ると、例えばその収穫をする人や出荷をする人、それから作業を、そうした作業が農業の場合は圧倒的なわけで、これ休業補償をもらうとかという問題ではないわけですよね。で、テレワークでやれるというようなものでもない。で、3月5日の農業新聞ですが、JA 全中の調べによると、農業実習生の来日が旧道県で360人が来日できないでいると。例年3200人の約1割に影響が出ているというような報告が全中の調べですが出ております。で、こうした人の対策についてですね、ぜひ対策本部のメンバーであります大臣としてそのお考えをお伺いしたいと思います。江藤大臣。この週末にですね、伊藤副大臣に北海道に行っていただいて、明日も本会議終了後にまた、北海道を飛んでいただいて、北海道でまた対策本部をやらせていただきます。やはりそこで議題になったのは、やっぱりその研修生の方々がですね、全国ベースで見るとですね、約900名程度の影響が出ております。ベトナム3名、カンボジア1名も含みますけれどもですね、しかも帰らなきゃいけない期限が来ている方がおられます。これは報道でも出ておりますけれども、法務省の縛りでですね、30日間は延長できるということになりましたが、農家の方々にしてみるとですね、30日しか延長してもらえない、30日後にはもう返さなきゃいけない、代わりの人が来てくれるかどうかわからない、そして酪農の現場もですね、畑作の現場も大規模であればあるほど研修生にかかる、その頼っている比率が高いということでありますので、非常に重たい問題だと思っております。この労働力の確保ということについてはですね、我が省内でも何度も議論しておりますが、かなり難しい問題であります。ですから差し当たりですね、入国制限を受けていない国以外にできる限り強くアプローチをしようと思っておりますが、しかしその先の国でもですね、あまり日本に対して行きたいという気持ちを持っておられないという報告も受けておりますので、困難は生じることは予想しておりますが、できる限り生産現場に影響が出ないように人員の確保等にも努力をしていきたいと考えております。佐々木君。ぜひもう一部はもうハウスなんかは始まってますが、まさに農繁期を迎えるわけでありますので、ぜひ対策本部としてしっかり検討いただきたい。これ、農作業の現場だけじゃないんですね。実は介護施設を経営している方からも私のところに電話来まして、その、休業補償が出るのはいいけれども、介護士さんが子育て中でもう何人も休まれてしまって、介護の現場が回らなくなっちゃってるんだと。
お金の問題じゃないんだというお話をされました。まあ、こういう医療現場も同じだと思いますが、こうしたこともありますので、給与保障だけで、解決できるというような問題ではございませんので、ぜひしっかりとお取り組みをいただきたいというふうに思います。次にもう一点、家電法の前にお伺いをいたします。実は先ほども少しお話が出ておりましたが、食料農業農村基本法に基づいて基本計画、まあ、5年ごとに策定するわけでありますが、これ閣議了承後に国会に報告をされてっていうふうになっていて、なかなか議論のする場がないんですね。で、畜楽対策なんかでは審議会の最終決定の前に必ず委員会で議論をして、そしてそれも反映をして審議会で決定をするというような仕組みが取られています。そういう意味からすると、この基本計画も大変重要な案件でありますので、その最終の審議会の前にこの委員会でしっかりと議論をして、国会の意見、委員会の意見もしっかりと反映できる、そういう仕組みに私はすべきではないかというふうに思っているんですが、大臣いかがお考えでしょうか。江藤大臣。自分もこの農水委員会に長く参加をさせていただいてですね、他委員会に比べて極めて与野党の間で建設的な議論がされる委員会だと私は思っております。ですから参議院の審議も昨日させていただきましたけれども、与党だけではなくてですね、野党の先生方のご指摘もできる限り政策に取り入れていく努力をするのは当然のことだと思っております。しかしこの件につきましてはですね、なかなか先生もご理解されると思いますけど、まあ、食料農業農村基本法ができたのはですね、1999年、それに基づいて5年後、まあ、基本計画ができて、それから随時改正を行われて、まあ、今年が3月になるかもうちょっと伸びるか分かりませんけれども、期限が来たわけでありますけれどもですね、一応法律上は食料農業農村基本法の第15条で定めたときには遅滞なく国会に報告し公表しなければならないということが義務付けられておって、その後ですね、いずれのタイミングも閣議決定後に議論をされてきたという経緯がございます。骨子は出させていただいておってですね、実は先日も大井先生いらっしゃらなくなりましたけど、私が原案を持っててですね、先生方が骨子を持っていらっしゃって、若干切り口が違ってしまった場面が実際ありましたのでですね、お渡しした方が深まるなと思わないこともなかったということはありますが、しかし今回はもう間に合いませんのでですね、正直なところというのは、その食料農業 その政策審議会の方々にも外部の意見を取り入れていただくということで、民間の意見も聞かせていただいて決定の手続きを踏んでおりますから、次の計画はどうなるかについてはですね、国会の方で議論すればですね、在り方が変わっていく可能性もあるのではないかなと思っております。佐々木君。半分前向きなご答弁だったわけでありますがまだ最終決定になってないわけですから、委員長ぜひこれはですね、委員会としてぜひこの委員会での意見が反映できるようなその場をセットしていただきたいというふうに委員長にお願いを申し上げます。理事会で、検討いたします。はい。それでは家電法の質問に入らせていただきます。まずですね、この豚熱が発生をしてからもう1年半以上経っているわけでありますが、現状少しこの頃は少なくはなってきているようでありますけど、発生がですね少なくはなってきているようでありますが、この対策や効果も含めて現状についてどう分析されているのかについてお伺いいたします。河野大臣政務官。お答え申し上げます。豚熱は国内26年ぶりとなる一昨年9月の発生以降、現在までに飼養豚での発生が8件、計57事例に及んでおりまして、現在まで殺処分頭数は合計16万5000頭でございます。
また野生イノシシについてもこれまで12件において感染が確認されております。今般の感染拡大の理由としてましては、疫学調査において全般的に発生農家においては使用衛生管理基準の遵守が不十分であったことが指摘されておりまして、それに加えまして本州では豚熱に感染した野生イノシシを媒介して広がったこと、沖縄では加熱不十分な食品残骸を介して広がったということが指摘をされております。これらに対し従前から実施してまいりました経口ワクチンの散布や捕獲強化などのイノシシ対策、野生イノシシ対策、また貿易の基本であります使用衛生基準の管理の徹底に加えまして、特定家畜伝染病貿易指針を改正しまして、野生イノシシから豚への感染リスクが高い地域を中心にワクチン接種推奨地域に指定をいたしまして、昨年10月から予防的ワクチン接種を開始したところでございます。その結果本州におきましてはワクチン接種後、愛知県において2事例の発生がありましたが、その後発生は確認をされておりません。他方沖縄県においては6事例の発生が確認されたところでありますけれども、食品残骸の適切な加熱処理や消毒の徹底といった使用衛生管理を徹底した上で先日6日からワクチン接種を開始したところでございます。引き続き都道府県関係省庁関係団体との連携を緊密にし、一刻も早い収束を目指して緊張感を持って対応してまいりたいと考えております。佐々木君。経過はまあ皆さんもご存知なので、まあ、今をどう分析しているかということ、まあ、それもお伺いはいたしましたけれども、皆さんの手元に資料を配布をさせていただきました。資料の2番目の方ですね、資料2の方を見ていただきたいと思うんですが、これは調査室が作ってくれたものでありますが、1966年に発生して、1969年にワクチンが開発をされて、接種が開始をされ、1992年に収束をした、この間、実に23年かかっているわけであります。そして、1996年に撲滅対策、2007年に清浄国の宣言、そして2015年に清浄国のステータスを獲得したと。この間収束するまでに11年かかっています。とてつもない長い道のりです。で、ワクチンを打ったことによって減っていることは間違いありませんが、それは非清浄国のまま行くわけでありますので、非清浄国同士のやり取りはできるわけでありますが、例えば非清浄国というのは沖縄であれ九州であれ日本が対象ですから、発生していない国も非清浄国であることには間違いないわけでありますので、こうしたことの長い道のりを考えたときに、どこにどうやって出口を見つけていくのか、要するに清浄国を目指していくことになると思うんですが、そうしたことも描いて念頭に描いてこれからの対策というものをやっていかなきゃいけないというふうに思うんですが、大臣どうでしょうか。江藤大臣。そのワクチン接種を決断するときにですね、この私も長い歴史については勉強させていただきました。先人のご努力がですね、接種することによって非清浄国といって清浄国の旗を下ろさなければならない、このことは大変重いことだ、輸出に関する影響もそうですけれども、先人のことを思ったことも同じ気持ちでございます。そして私たちもですね、いずれ清浄国には必ず復帰せねばならないと思っています。そのためにはですね、今回の加熱法の改正に基づいて使用衛生管理についてのですね、国、地方、それから使用責任者の方々の責任の所在も明らかになりますし、協議会に基づいてですね、いろんな連携も強化されることになります。そういうことをしっかり現場、そして行政、国の段階でやることによってですね、畜産農家の養豚農家の使用衛生管理の水準が高い平準化されて、それによってですね、最終的には、これよりももっと短い期間でですね、もう一度清浄国の旗を上げられるようにしっかり努力を重ねてまいりたいと思っております。佐々木君。大臣、今ご答弁をいただきました。高位平準化というのはこの家電法のある種目標なわけでありますが、
これを歌ってきながら、残念ながら今日までかかっているわけであります。で、このそういうことを踏まえて、先ほど重徳委員からも質問させていただきましたが、立国者の対策本部として24日の日に大臣と協議をさせていただきました。使用管理基準の徹底と伝染病の緊急性あるいは拡大性という観点から、いくつも提案をさせていただきましたが、それすべてを今議論する時間はありません。特に法定自宅事務にした点がいくつかあります。それから地域協議会というものを設置をさせていただくということも提言をさせていただいて盛り込んでいただきました。で、これを実行をたらしむるためにいくつか議論をさせていただきたいというふうに思うんですが、先ほど水際対策のことは重徳委員からもお話がありましたが、実はですね、3月8日の読売新聞なんですが、ここにですね、台湾からの密輸が摘発されたというニュースが出ておりました。何が密輸されようとしたのかというとね、ちょっとこれ私もよくわからないんですが、豚とアヒルの血で作った血餅というのがあるんだそうであります。月餅というのは聞いたことあるんですが、血餅、血の餅ですねと書くんですが、というのがあるんだそうでありまして、これはまあ料理に使う原材料らしいんですけれども、こういう事例もあったようでありまして、この水際対策というのはやっぱり大変重要な、これからも一致を進めていくと思うんです。必ずしも善意の皆さん方だけではありませんので、そういった意味でもこの取り組みというのはしっかりやっていきたいと。今農水省としてこれに取り組む今の状況と取り組む姿勢について、改めて農水省の決意を伺いたいと思います。伊藤副大臣。佐々木委員、おっしゃる通り、もう水際対策というのがやっぱり何よりも今政府につきましては重要なことだと思っております。お話にありますように、昨年の12月の24日の皆様の共同会派の皆様からさまざまなご提言もいただいたところであります。この中では家畜防疫官による指定検疫物の有無についての入国者に対するこの質問検査権限、これを付与すること、また違法に輸入されたものの没収廃棄権限を規定すること、また輸入検疫体制の整備、検疫探知犬の育成促進および家畜防疫官の確保に努めること、また輸入禁止畜産物の輸入に係る罰則の強化等についてご提案をいただいたところでありまして、今般の法案に盛り込んでいるところであります。今お話ありましたけれども、令和元年から今年3月のつい先日まで、たくさんの違法持ち込み違反品があるところでありまして、果実は中部空港でその血餅、血の餅と書いた、それが50キロも輸入されようとしていたということであります。本法案におきましては、ご提案を検討させていただいた中でほとんどの内容を盛り込ませていただいたところでもあります。家畜防疫官の入国者の携帯品に関する質問検査権限の拡大、また防疫官が自ら廃棄できる権限の新設、さらにまた違法持ち込みに対する罰則の強化、これが100万円以下から300万円以下に引き上げるものでありまして、また法人については5000万円以下へ引き上げるといった内容であります。またもう少しいいですか、詳しく
ご存知のことと思いますけれども、家畜貿易館の増員につきましては、平成26年度から5年間で87名を増員し、今年度481名体制としておりますほか、令和2年度におきましては、さらに10名の増員を図っているところであります。また、検疫探知犬につきましても、現在53頭でありますけれども、オリンピックまでに96頭、来年の令和2年度末には140頭体制に強化する予定でありまして、地方空港も含めてしっかり配備してまいりたいと、こう思う次第であります。以上。佐々木君。大変丁寧に説明をいただきましたが、多少庁にも関わる水際対策が関わることでもありますけれども、伝染病の恐ろしさというものを共有をしていただいて、ぜひこれからもしっかりと多少庁との交渉もしていただきたいと思います。伝染病を封じる中で私は3つポイントがあるというふうに思っています。まず水際です。その次にどうやって封じ込めるか、そして蔓延をどうやって防止するかという3段階があると思うんですが、水際だけで止めよう、あるいは封じ込めようとするから蔓延にむしろ結ばさっていってしまうことがあるので、最初に申し上げたようにやっぱり大きく構えるということになれば、しっかりとした蔓延防止というところから小さいところにやっぱり持ち込んでいくっていうのが危機管理としては正しいやり方だというふうに私は思っております。それでその封じ込めについてなんですが、私はこの封じ込めを最初水際で止めよう、その次に封じ込めようとした、そこのところに若干やっぱり間違いはあったのではないかと実は思っております。それは資料1の方を見ていただければいいと思うんですが、岐阜で7例出たわけでありますが、8例目が2月6日愛知で発生が確認されました。で、この8月でなくて2月6日の8例目のところでは、報告書によりますとですね、農場の直近で感染イノシシは発見されていません、発見されていないというのが正しい表現ではなくて、感染イノシシの確認地点は 32.78 キロというふうになっていて、これはどう考えても感染イノシシから感染したわけではないというふうに考えるのが妥当だというふうに思うんです。で、その時に、政府が取った対策が2月5日のところの1、2、3と書いてありますが、防護柵の設置とイノシシの捕獲強化と水際検査の強化と、どうしてもこのまん延防止のところに考えがいっていなくて、どちらかというとイノシシ悪者説で、この時は対応していたというような気がしてならないんです。イノシシは確かに、駆除せないかんのですけれども、しかしそこにあまりにも考えが行き過ぎたために、人が媒介をしているのではないかというところに考えが行っていなかったのではないかと、今回の沖縄だって、これはイノシシによる感染ではないわけですから、こうしたことをどのように、今検証されているのかについて伺います。江藤大臣。この法改正のタイミングにあたってですね、やはりこれまで政府としてどのような対応をどのタイミングで行ってきたかについては検証し反省することはとても大切なことだと思っています。鳥インフルエンザでもですね、豚熱についてもですね、この感染経路の解明ということはいつも課題になりますが、必ずその小動物とか鳥とかいうことが疑われますけれども、いずれのタイミングでも車両とか人とかそういったものが感染の媒体となりうるということは指摘をされております。で、今回の場合は特にその岐阜から飛んだタイミングではですね、周辺ではいないということとですね、外部のですね、疫学調査チームもですね、ゼロとは言っておりませんけれども、イノシシが持ち込んだ可能性は極めて低いという検証結果を出しているわけでありますから、このタイミングにおいてはですね、やはり人による蔓延
の可能性を強く疑ってですね、対策を強化する必要があったのではないかと思います。これらのこともしっかり反省してですね、これらの対策、これから、まあ、法律をご可決いただいた後のですね、運用等についても万全を期してまいりたいというふうに思います。佐々木君。今大臣からもご答弁いただきました、ポイントはそこだと僕も思っているんですね。で、よって私どもが使用衛生管理基準の遵守ということに力点を置いた提言をさせていただいたというのはまさにそこにあるわけであります。で、問題は使用衛生管理基準が行為平準化を目指しているものではなかったのかというとそんなことはなくて行為平準化を目指すものではあったんです。あったんですが、問題はそれをちゃんと守らせる、もっと言えばチェックをする、そして指導するという、そこのところが弱かったのではないかというのが我々が提言をさせていただいた一番大きなポイントなわけであります。で、そのために、自治事務から法定事務にすべきだというような点も何点か提案をさせていただきましたし、また地域でまだらな取り組みにならないようにということで協議会の設置ということも提言をさせていただいたというのはそこに意味があるわけであります。国が前面に出る法定自宅事務について提言をさせていただいた点について大臣のお考え、それから協議会については、我々の中からもちょっと記述が少なすぎるのではないか、弱いのではないかという意見が出ておりますが、この点については参考人局長の方からご答弁をいただきたいというふうに思います。2点、法定自宅事務に格上げをしたものについての大臣のお考え。江藤大臣。今回の法律におきましてはですね、法定自宅事務ということになりますので使用衛生管理基準も遵守を認められないものに対しまして指導助言を経ないでですね、緊急勧告命令ができる仕組みがこれできることになりますので、権限が地方についても強くなりますから、御党のご提言をですね、取り入れた形になっているのではないかというふうに思っております。荒井局長。答え申し上げます。ご提言をいただきました協議会につきましては、改正法の第2条の3、第4項におきまして、国及び地方公共団体の責務として、協議会等の開催により、家畜伝染病の発生予防とまん延防止のために、の取り組みについて相互に連携すべきことということで明記したところでございます。これらの措置の運用にあたりましては、まず、改正法第12条の3の3に基づきまして、国が策定いたします指針に即して、都道府県が策定する使用衛生管理指導計画の中におきまして、協議会をしっかり位置づけたいというふうに考えております。これに基づきまして、現在、関係都道府県と国が家畜衛生に関する取り組みの連携強化を図るために、定期的に実施をしておりますブロック会議、これがございます。この開催をはじめといたしまして、各段階での協議会の取り組みを強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。佐々木君。ぜひ今回改正をするわけですから、改正をしたものが本当に実行があるというようなものにしていくためには、私どもはそのただ法律を強化したというだけではなくて、本当にそれが現場にと政府とが一体となって取り組めるような仕組みにどうするかということが一番のポイントだというふうに思っておりますので、そういった意味で提言をさせていただいたつもりです。で、加工の中で相当部分取り入れていただいたというふうに思ってございますので、ぜひ現場で、取り組みやすい仕組みと、そしての養豚農家の皆さん方にとってはちょっときついかもしれないということもありますけれども、それをしっかりフォローしていくような仕組みというものをやっぱり作っていっていただきたいということは、これはお願いをしておきたいというふうに思います。そこでですね、与野党で、今協議をさせていただいているものの中に、これと合わせて養豚農業振興法の
これは議員立法ですけれども改正というものを提案をさせていただいております。でなぜこれが必要なのかというと、この重大性ともう一つは緊急性ですね。いかにこの早くこの状態を平常化していくか、正常化に導いていくかという意味において、やっぱりお金の手当てがなければそこはできないわけでありますので、それも早急に集中的に実施をしていくというためには、家電法の中でも取り組みはいただきましたけれども、さらにそれを集中的に強めていくという意味で、私どもはこの養豚農業振興法についても改正をすべきだということを提言をさせていただき、今与野党でそれはやや一定の方向に向かっているところでありますけれども、この緊急性重大性ということについて、ぜひこれも活用していただきたいというふうに思いますが、大臣の決意を伺います。江藤大臣。おっしゃる通りですね、厳しく縛るということばかりではダメで、その裏側でですね、これだけのことをお願いする以上はですね、国としての振興策をしっかりとやりますということもお示しする必要があると思います。そういう意を対してですね、御党におかれましても振興法の改正を与党と協議していただいているというふうにご理解、理解をしておりますので、まだ出てきておりませんけれどもですね、この本会の改正と振興法と両方合わせてですね、現場に実行あるものとするようにさせていただければというふうに思っております。佐々木君。私どもの提案提言を中心に今今日はやり取りをさせていただきました。かなりな部分思いを一緒にさせていただいたというふうに思っておりますので、まだまだこれで十分だとは思えないし、まだ実際に運用していくと農家の現場からまたいろんな声も出てくるかもしれませんが、そこはそこでしっかり取り組んでいきたいというふうに思ってございます。家電法というのは一番最初は家電法とは言わなかったんですが、明治4年にできている法律なんですね。で、以来、家電法となったのは大正11年でありますけれども、この我々人間が生活をする中で家畜のこの伝染病との戦いというのはずっと続いてきている戦いでもあるわけであります。で、先ほども申し上げましたが、水際対策があり、封じ込め対策があり、そしてまん延防止対策があるわけであります。だからどっかだけで、水際だけで止めれるものでもないし、どっかで封じ込めきれないという事態にどうやって備えるかということがやっぱり必要なんだというふうに思ってございます。今回、改正するに至ったいろんな経過があるというふうに思いますが、これで、これから先のこの家畜伝染病、これ、豚だけではありませんので、牛にも鳥にも波及する話でありますので、それらを含めて大臣のこれからの取り組みについての決意を伺って、私の質問の終わりにしたいと思います。江藤大臣。もう先生のおっしゃる通りですね、これからどのようなものが我々の生産活動を脅かすものが出てくるかは全く余地がつきませんので、まずは先生がおっしゃったように、出たら水際で日本という国に入ってこないように努力をする、そして入ってきたら幅広にとってですね、封じ込めに努力をする、入ってしまったら蔓延しないようにですね、必死に努力をするということが必要なんだろうと思います。今回の法改正で、予防的殺処分についてもですね、私の権限でその面積どれぐらいにするかは私の権限でやらせていただくことになると思いますけれども、これについても自分としてはですね、農家のご理解を得ながらですね、幅広に、その制限区域については設定をさせていただきたいと思っておりますし、それにやはり農家の方々の意識向上も図らなければなりませんので、今回の法改正と先ほどお話にありました養豚振興法の改正とですね、合わせ技にしてですね、そして法律は罰則は上げればいいってもんじゃなくてですね、罰則は一つのメッセージであってですね、法律は守ってくださいという、その国から国民の皆様方に対するその願いのようなものだと思っております。ですから厳しくしたから意味があるんでなくてですね、それを守っていただくということはやはり各個人各農家の意識向上でありますから、
国の、まあ、指導であったり研修であったりそういったこともです、ね、普段に行ってですね、あらゆる事態に備えるようなことを心がけてまいりたいと考えております。佐々木君、時間がまいりましたので終わります。ありがとうございました。次に